こんにちは、柴田です。今回はクルーズマニアックサウンドの上位機種をレビューいたします。こちらクルーズマニアックサウンドの LED1959 になります。なんと新品は70万円もするという最上級機種です。もうこう見てね、わかりますよね、塗装感。なんというかこのラッカー、ザ・ラッカーという感じのこの塗装、いかがですか？素晴らしいですね。なんとなんとボディはホンジュラスマホガニーワンピースで、ネックももちろんホンジュラスマホガニー、そしてセレクテッドのメイプルがトップ、ツーピースですね。かっこいい木目になっております。そして塗装ね、先ほどもお伝えしましたけれども、遠目に見てもね、ラッカーだというのがね、すぐにわかる仕様になっております。そしてね、ここね、ピックガードのところだけ色が焼けないようになっているという憎い演出、かっこいいっすね。そしてそして指板はハカランダになっております。クルーズ裏にはシリアルも入ってますよ。じゃん。いやいや、ウッドマテリアルが最強でございます。まあ、この LED シリーズ1959はですね、いい材が入らないと作らないギター、これはいいぞという材が入った時にだけ作られるギターということで、かなりねレアな一本になっております。ピックアップは K&T、職人さんが手で巻いてあるピックアップが乗っかっております。この K&T はですね、以前もレビューしているんですけれども、パフの経年劣化も再現して巻いている、なので新しいけれども、もう巻き方自体がオールドのパフなんで、何十年も待つ必要がないというピックアップになっております。でもちろん国産なんですけれども、まあ国産ではね、かなりね高い方ですね。以前ですね、プロビジョンのね、レスポールタイプもレビューしているんですけれども、プロビジョンと同じように生鳴りがね、非常にいいと。まあ、この生鳴りをお聞きいただいた通りですね、この甲高い抜けをしていくっていうのが、国産レスポールの特徴じゃないかと。まあ、これはですね、ピーター・グリーンという方の仕様になっていて、結構ね、面白いんですよね。センターにするとですね、これフェーズがかかるんですよ。なのでシャカシャカな音になります。まあ、この辺もねお聞きいただきながら音出していきましょうかね。まずねリアからいきます。フロント、キラキラ、でセンターがフェーズがかかってるんですよ。ほら、なのでここをちょっと絞ると、フェーズが解消されます。でまたフルにすると、というふうなね感じですかね。ではドライブかけてクランチ系で、試しにファースト、
コーラス。感じになりました。いかがでしたでしょうか。エフェクトのノリもいいですね。まあ、フェーズの部分はちょっと変わり種としてね、コロッと雰囲気変えるのにね、使ったりとかしても面白いんじゃないかと。でこちらですね、重量4キロで、そしてペグもね、めちゃめちゃこだわってるらしいんですよ。よりオールドに近づけていて、なんかね、これはね、硬さをね、しっかりと出してくれると。音はね、硬めな感じなんですけれども、ウッドがふっくらしてるので、これね、鳴らしていくと、さらに枯れた感じになってくるんじゃないかと。まあ、よくね、このレスポールは枯れてくると、テレキャスにね、近づいてくるって言うんですけれど、まさにね、これね、着地点はね、そのあたりになるんじゃないかなというふうな感じの仕様になっております。ぜひぜひ、国産のハイエンドもの見かけたら、触って試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。島田でした。